おはようございますちょ、フォルカです。本日はそうです、3月4月の演奏会が延期になってしまいました。というわけでお家から YouTube を配信していきます。今日の企画はラララドシラミーミミソファミラララドシラミーミってやつの報告というわけでやっていきたいなと思いますちょ。前回はまあなんかね結構ねましたけど、あれから結構まあ時間が経ちまして、ちょっとずつ練習を始めたっていうわけなんですよ。まあ僕の僕はね、皆さんあんま期待してないんでね、ちょっとずつ上手になります。あんまりねそんなすごい弾ける人と比べられたら困るんですけど、まあ僕はちょっとずつ、まあ長く音楽をやっていきたいので、ちょっとずつ上手になっていくっていう感じなので、まあこれもお付き合いいただけたらなと思いますよ。というわけでね、今日は早速 GoPro を使ってこの手元の鍵盤の映像も撮ってかっこよくやっていきたいなと思います。まあ、だけど横から見たらすごいダサいんですけど、まあよかったらね、上の映像もちゃんと貼っとくので、それも見てやってください。それでは早速、練習何時間やったかわからないけど、重点的にまあメトロノームをうまく使って、練習報告をしたいなと思います。とりあえず弾けるとこまで通してみましょう。で、この後にちょっとまた気持ちが落ち着く優しいところ、まあこういうね難しいところはやりましょう。ちゃんと練習を。どういう練習かというと、
下りが苦手って分かったので、ここで下りだけ確認したりします。で、右手だけ、
練しながら弾いていきます。まあでもだいぶ指はハマってきました。だいぶ音の質が変わったと思います。わーってなってきたよね。そして苦手なところが、まあ一番最初がやっぱ結構苦手。メトロノームを結構使ってみてください。でもどうでした？皆さん久しぶりにこのパガニーニを通して聞いてみて、まあ上手になったところは上手になったと思います。でやっぱ爪が甘いですね自分で言うスタイル、爪が甘いです。爪が甘いです。こういうところがで、なんかね、あのフォルテで音出すところは上手なんですよ。こういうところあの好きなことからやっていくスタイル。あのね、ハンバーグ定食あるやん、人参とかアスパラとかあるやん、ハンバーグから食べていくスタイルみたいなね、練習をしてたらね、上手なとこと下手くそなとこでこんなに差が開いちゃいました。というわけでね、次僕がやっていかなければならないところはこの爪が甘いところ、こういう左手だけの練習とか、あとはメトロノームでこういう、これはね、何が難しいかというとな、右手はミッドルッ3連符なんですよ。でも左手は普通、これを合わせるのが難しいんですよ。でメトロノームがないと僕はできないです。まだもうそれでも合わない。だからゆっくりで、こういう風なゆっくり練習をやっております。皆様、お時間ができた方も結構たくさんいると思います。特に小学生、フォルテチルドレンたちよ、きちんとサボらず練習するのだ。さもなければフォルテも練習をしなくなるぞ。いいのか？一緒にみんなで練習をしよう。するけどね、僕は。だからみんなも一緒にやろう。これで安心してください。世の中のピアノを習わせてる子供の親御様。これで子供たちは練習するようになります。安心しましたか？というわけで皆さん元気に音楽を盛り上げていきましょう。というわけで今日もバイバイ！